どうもしゅんです、こんにちは。はい、ということで、ね、今回はインターン生のりなさんの実家にお邪魔してるんですけども、就活の状況を、まあインターン1ヶ月の期間が終わって聞きに来たっていうところと、あとはりなさんのお姉ちゃんのオクラちゃんは今 YouTube もされてまして、オクラチャンネルっていうチャンネルをやってるんですけども、オクラちゃんがいろいろあってダイアリーに入社するっていうことになりまして、そういうのも含めてお母さんお父さんに挨拶に来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お父さんお母さんがまありなさんおよびオクラちゃんに対してどう思ってるのかっていうところをお聞きしたいなと思って来ました。いろいろお聞きできたらなと思ってます。で、ちなみにお母さんお父さんからしてりなさんはどういうお子さんですか？素直でいい子。逆にじゃあお姉ちゃんはどんな感じですか？何でも率先してやるし、負けず嫌いなんでできないことっていうのがまずないかなっていうタイプだったんですね。で、じゃあ逆にリナさんはなんか小話あります？何もできなくて当たり前って思ってたかもしれない。確かになんかそれはあって、なんか例えば漢字書けた時とか、うんうん、なんか私はまあ言うて当たり前みたいな感じだったんですけど、うんうんうん、もう妹が一つでもできたらすごいみたいな。あ、じゃあなんかどっちかというとゆとりある感じというかほのぼのっていう感じだったんですね。なんかリナさんにこういう人生を送ってほしいなとか、もしあったら。僕あんまりそういうのは考えたことないんで、うん、仕事も人生も、うん、のびのびと生きていただきたいと思います、はい、本人がやりたいことが楽しくできるなら、はい、それが一番いいと思っています。うんうん、じゃあ特になんかこうなってほしいとかってないってことですよね。本人が今楽しいなって思ってくれればいいなって。おー、ちなみにお姉ちゃん的にはリナさんにどうなってほしいとかってありますか？いや、自分と近い存在だと思ってるので、うんうん、私がある目線でこうなってほしいとか言うまでもないというか、一個差なんで、うん、一緒にじゃあどうしていくというか、なるほどね、こっからどうなっていくかな自分だみたいな感じのイメージ。確かにね、オクラチャンネルもさ、もともとリナさんがずっと編集してたもんね。はい、一緒にスタートみたいな感じで、うん、ずっと二人でっていう、うんうん、意識はあります。確かにね。でもここ難しいところが、リナさん自身もやりたいこととかがそこまでないっていうことですよね。そうですね、ちょっとだけできたんですよ。おお、オムライス屋さん開きたいな。ああいいね、オムライスめっちゃ好きだもんね。そうなんですよ。あとはワンちゃん系のなんか関わる、うん、慈善活動みたいなのがした。ワンちゃん可愛いもんね、ほんとめっちゃおとなしいし。よそ行きちゃん緊張しそう。なんか、うん、それは、まあ、余剰資金とかでやりたいって。あ、そう、はい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 、それでできたお金でそういうのをやってみたいなみたいな。うんうん、できた。確かに、むしろオムライス屋さんなんかだけでやっていける気もするけどね。やりたいですね、うん、自分が開いたオムライス屋さんでちょっとみんなを幸せにしたいです。それオムライス屋さんに関しては大丈夫ですか、お父さん的には。今まであれになんかこうついていくっていうのが多かったし、でこれからもきっとそうなんだろうな、うん、でも姉の方が今これからどういう道を行くんだろうって、うん、ここが迷走してるから、はい、じゃあリナどうするんだろうって普通にして迷走って思ってて、うん、そしたら就活に前向きに取り組む気になって帰ってきたので、うん、だからそこで全然違うところに行くのかな、大丈夫なのかな、うん、でもそれはそれで楽しみだなと思って。おー、でもお母さんもお父さんポジティブですよね、なんか前向きというか。いや、僕は今撮影向きの言葉を喋ってるんで。お姉ちゃんの関連でいくと、お父さんお母さん的にはお姉ちゃんおよび妹さんがその YouTube やるっていうことに対してどう思われてましたか？まあ、僕はもう全然賛成で、おー、はい、まあ、承認欲求強い子やから、ね、そんなことないか。始めそうかもしれない。また始めるって言って聞いて、やっぱり離れてたので、うん、でその間に彼女が何を考えてるのかっていうのも、うん、そんなに親子でこう聞けない部分とかも本人がそう喋ってるの聞いて話してるの聞いて、中継で娘の状況を知る。そうです、そうです、そうです。なるほど。なのでそういうツールとしてもこちらは見れてたので、本当に私たちも視聴者としても楽しみにしてます。おー、よかったね。多分一番見てくれてると思う。いや、確かにね。っていうので、よかったなっていう感じなんですね。はい、嬉しいです。あー、よかった。
でも結構さ、関西で働くっていうのは幸せに暮らす上で大事な気もしました。今日やっぱあのワンちゃんと離れるのが寂しいんで、できればやっぱ大阪で働きたいなとは思ってますね。そうよね、東京もワンちゃん第二候補ぐらい、第二候補ぐらいでね、姉がいる限り候補としてありそう。あ、そうなんですね、うん、じゃあ結構お姉ちゃんとの同期性というか高いから、お姉ちゃんがどうなるかっていうところも結構関わってくるってこと。確かにそれはめっちゃあって、うん、あのこれ住んでみたいな言われたら多分すぐそっち行く。私はすぐ巻き込むし、うん、すぐついてくるし。確かにね。はい、オクラちゃんにそのダイアリーに入ってもらって、ちょっといろいろあって、正式には4月からなんですけど、はい、あの入社することになりまして、そちらの挨拶もさせていただきたいなと思って今日来ました。ありがとうございます。はい、なので、いわゆる一般的な就活生とは違う座組だと思うんですけど、そのあたりの許可といいますか、バレちゃう。するのしないのっていうところから、はいはい、で、インターンって何、はい、って言って、私が本当に分からなくって、うん、就職活動なしで就職ができたということで、安心しております。ちなみに小倉ちゃん的に大学1、2年生の時になんか就活するとか全く思ってなかった、それともなんかぼんやりとこういう風になるなって思ってたのと今と全然違いますか？全然違います。全然違います。はい、1年生の時はそれこそ就活とかすると思ってました。 YouTube 始める前なんで、はいはい、そっからでもバイトを3つ掛け持ちしてたんですよ、うん、お給料いっぱい欲しいと思って掛け持ちしていっぱいやった時にちょっと限界に気づいて自分でやっていこうってなってから、うん、またちょっと変わって、で、はいはい、もう絶対一人で自分でやるっていうところからまた今変わっている、うん、感じですね。確かにね、向上心の塊みたいな感じだったよね。すごいに丸くなったというか、1年半ぐらいで変わったなっていうふうに思うんですけど、お父さんお母さん的にはオクラちゃんは変わったなと思ったりしますか？柔らかくなりすぎて、きっと卒業したらしばらく家でゴロゴロするのかなって思っていました。許可取ったんですよ、東京でバリバリ出世して働くか、うん、あの帰ってきてほしいっていうのはずっと言ってたので、じゃあ大阪おるけど、うん、じゃあ一日中家でゴロゴロしてるか、うん、それでもいいのって。ああ、二択ね、究極の選択ね、はい、冗談交じりになるんですけど、うん、その YouTube もう休むかどうかも迷ってたぐらいの時に、うん、それでも大阪おる方がいいみたいな帰ってきたんで、じゃあちょっとストップしよう。やる気になるまで、まあ、ちょっと実家おろうかなって本気で思ってます、うん、両極端って両極端だよね。なんでこんな極端なんですか？自身の曲からも大倉ちゃんはそうでした。ああ、そうなんですね。やるときはめっちゃもうやりまくるみたいな。え、ちなみにリナさんはそういう燃料切れとかはないんですか？年金ですね。年金ってずーっと下がることもないもんね。そんなない。落ち込む時とかないの？あんまないですね。家族でドラマ見て泣かんのはリナちゃんだけ。3人泣いてるのよ。1人だけ泣いてませんから。全然関係ないし。映画館でアニメ見て3人で。このエピソードもうね。全然思考性が違うってことですね。そうですね、はい、でもなんかどういう人生を歩んでも応援してくれる家族だなっていうのをめっちゃ思いました。ということで、これからもリナさんの就活の状況をあの追っていきたいなと思うので、よかったら他の動画もぜひ見てください。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。これが昔のはい、リナちゃん。やばいやばい、もういいね、ちっちゃい時の。あ、これかわいい。これかわいい。これもちゃんとこれもリナだけ可愛いやんか、なんかね。